どうも、岡田千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。今回は現在開催中のアタポンイベント、踊るフラッグシップ、こちらの MV を見ていきたいと思います。はい、今回のイベントなんですけれども、まずこのイラストめっちゃいいよね。このすごい強い表情をね、したこのコッヒーのイラストがめちゃん濃い。そして MV の背景にもなってるね、この海が映ってるんですけれども、この夕焼けのね海、またこれも綺麗で、ちょっと MV が見るのすごい楽しみです。はい、ということで、では早速 MV を見ていきましょう。で、今回のメンバーなんですけれども、ちょっと SS レアの揃いがね、コッヒーだけ SS レア1枚も持ってなくて、なんでコッヒーをね、このスカーレットローズにしようかなと思って、ね、シュガハも赤いドレスあるからってなってくると、カレンもそういった赤いドレス着たいなと思ったところに、カレンもねスカーレットローズ着れるので、ちょっとね、なんか左右のバランスはよろしくないんですけれども、まあ、全員赤いドレスということで、ちょっと統一してみようかなと思って、こんな感じにしてみました。じゃあこんな感じで見ていきたいと思います。緊張するけど、みんなと一緒なら大丈夫です。はい、もうすでに綺麗、すごい綺麗、色がめっちゃ綺麗。あー、なんか工場地帯なんや、ステージ。これ見て、夕焼けのこの色と赤いドレスっていうのがいい感じで、なんか綺麗じゃない。いいですね、待っててね。これなんか CD とかやとシュガハな気がしたんやけど、こっちやったらコッヒーになってるんやね。ってことはカレン版もあるってことやね。いや、いいですね、この大人っぽい感じがすごい合ってる。この曲がね、あの女の子目線の曲っていうね、そういうことなんで、こういう女の子の衣装はすごくいいね。いや、すごい背景の色、綺麗じゃない。あ、いいですね、今のショットいいですね。ちょうどシュワハが真ん中に来てて、てっきり今回もステージなんかなと思ってたらさ、こういうなんていうか、ちゃんとした舞台でもないけど、でなんか ロケみたいな感じのとこで、なんか海の水の表現とかさ、なんか色合いの表現が綺麗で、すごいエモエモ。この背景すごいいいよね。なんかこの女の子目線の曲やのに、こういうなんか背景がこつかったりするって、なんかすごいエモい。あ、すごくいいですね、こここのシーンすごくいいですね。これサムネ候補すごい、なんかこう綺麗な曲で、 MV もすごい綺麗で、いや、良かったですね。これに合うちょっと衣装とかを、ちょっと私うまいこと合わせられるかちょっとわかんないんですけれども、今回のイベントのね、ちょっとイラストを参考に、ちょっと大人っぽい感じの衣装のね、女の子らしくて大人っぽい感じの衣装の子をちょっとね探しつつ選んでいこうかなと思います。なんかちょっと完全な趣味になっちゃった完全な私の趣味になっちゃった。なんかぴったり合うのを選んだというよりはね、趣味になっちゃったよね。ドラプリになっちゃったいや、このトラプリのさ、リンの衣装をちょっと入れようかなって思って、でオリジナルメンバーがカレンやって思ったら、あ、めっちゃいいトラプリ入れたくなっちゃった。いや、でも
素敵じゃない。私トラプリね、ユニットでね、一番好きなユニットなんでね、いやめっちゃいい。大人っぽく、そして可愛い感じの衣装をね、選ぶ感じにしてみました。持ってる中でカレンがとびっきりね、女の子っぽくて、そしてナオがすごい可愛い、なんていうか大人っぽい綺麗な感じで、その中にリンがね、イラストのようなちょっとかっこいい女性感のねある衣装を選んでみました。そう、リンをフェス限にするかねちょっと迷ったんですけれども、そこみんなで3人ね映って踊ってる時、こういうシーンね、やっぱりスカートね全員ふわふわさせてるとすごいなんかこう見た時にね素敵やからスカートにしてみました。同じような感じのスカートのシルエットでこうやってね3人並んで映って、こうふわふわ映ってるとすごいスカートのこの動きが映えるよね、めちゃくちゃいい。なんか解釈自体はね間違えてるかもしれないけど、すごくいいと思うんですが、いかがでしょうか。ちなみにナオをセンターにした理由は、私が副担当っていうのと、まだねトラプリの曲で、あ、いいですね、ナオのねセンター曲がなかったんでナオをセンターに置いてみました。ほらね、かわいいでしょ。はい、そしていいいですよ、ここいい一枚絵です。ちょっと今回のね、あのオリジナルメンバーじゃないからサムネにはならないけど、すごい一枚絵でした。はい、ということで今回は MV を見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、こちらのイベントもまあ始まったばかりではないけど、うん、なんだかんだで結構割と、まあ、最近の中ではやってる方かなって思います。ポイントは少ないけどね、エンブレム見てもらったら結構あるんでまあまあぼちぼちやっていこうかなと思います。ハイスコアランキングがめちゃくちゃ低いのはまだねちゃんと叩いてないからです。ちゃんとしっかり叩いて、せめてドートロは取れるようにねしていきたいと思います。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッと、よろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。